今日はもう昼まで寝て、起きてご飯食べて、アイスクリームを買いに行って食べて、ダラダラしてました。もうこれが一番幸せだと思う私。でも どこかに出かけるのも幸せですよね。そうなんよ。でも私はやっぱね、家にいるの好きだからね。もうなんか、こんなにダラダラしていいのかなって思うぐらいダラダラするのが好きなんですね。なんかずっと TikTok 見て気づいたら夕方で、あ、もう夕方か、ちょっと罪悪感みたいなのが一番ね好きですねなんかもったいないなみたいなのいいですね。ファンデーションはリキッドにするかパウダーにするか。リキッドか。あ、一日損したと思うぐらいダラダラできるといいですよね。パウダー、TikTok マジでいいよ。あのもう本当に時間経つのが秒。パウダーにしよう。今日は仕事じゃないし。基本ライブの時はリキッドファンデーションを使う。そう、今日はこれから予定がある。TikTok は基本前端しか見とらん。なんか多分その生活をしてた方がいい。なんかね、他のを生み出すとさ、もう一生沼るから、もう逆にそれでいいわ言ったなるバラありがとう。アイヌクエボねえ教えてちょうだい。さあ眉毛を作りましょう。なにこれ、なにこれ、あ、これの先っちょでした。あびっくりした。はちみつ食べたっけって思った今。ひろつぐさん、アナゴさん、ありがとう。卵、最近パウダーで眉毛を描いてる。眉毛、ブラシ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 、
ました。今日も来ちゃった。いらっしゃい。いらっしゃーい。昨日マック食べましたよ。食べた食べた。普通に食べた。普通に食べたし。罪悪感なし。あのね、なんで罪悪感がないのかっていうと、どうせもうちょっとしたら痩せるんで、5周年のコンサートのリハが始まったり大詰めになったりするとね、痩せるんですよ勝手に。だからそれで、その時に痩せる。食事制限はその時にする。そう、なんかね、忙しいと勝手にね食べる量減るんですよ、シンプルに。なんかね、暇だと食べちゃうんですけど、暇じゃないと意外と食べなくなるし、動くし、動く割に食べる量が少ないから痩せるんですよね。っていうことが最近判明したので、今は食べる。っていう言い訳を考えてるだけなんですけどね。まさ太郎、誰もありがとう。なんかね、あれがねちょっと大変なのが、オンラインお話し会の日とか、なんか空き時間があるといっぱい食べちゃうから、なんか暇な時間があると食べるんですよね結局。なんか暇な時間がなきゃいいんですけど、あるからね。今日何時まで？今日は5時半か6時ぐらい。美味しいものはもう食べないよ。今日はご飯を食べに行くわけじゃないから、この後美味しいものをっていうわけじゃない。生えたよ。やったね。
全然鏡見てやってないけどいいかな。いけてるかな。今日は日曜日だから明日、そうなんか予定があったんですけどそれがなくなったので明日暇ですね。何しよう明日予定があったけどなくなったのでね、何しようって思ってる。どうしようかな。学校まだ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 ってことではないけどかなりまだ。でも初日行けないんですよね学校の。まさかの授業開始の日に行けないから、また行きますって感じ。目眠たい。ゴロゴロしてるから余計に眠たいよね。今日何してるの？お出かけとか行くのかな、みんな。休みの日だから。圧倒的ダラダラモードだけど私は。まあ、起きた時間にもよるやん。なんか早く起きたってなるとさ遊びに行こうかなってなるけどさ、遅く起きたらもうさあいいやってなるよね。オンライン欲しました。だって私のオンラインじゃなくてよかった。配信終わった遊んでる。嘘、どこ行くのこんな時間から。行くとこあります？あるか。まだ5時とかだもんね。確かに日が長くなってきた。なんか冬って本当に短いんだなっていうのを実感する。
なんか6時とかになったらもう真っ暗みたいな、7時深夜みたいな。今だったらさ、もう7時とかまだ、あーまだ暗いけど、まあ、夕方ぐらいな感じだけど、もう冬の7時とか深夜だもんね。あれ今10時かなみたいな。川眺める、川眺めてどういう、黄昏れるってこと？仕事終わって外出ても明るいの感じする。めっちゃわかる。それ。めっちゃわかる。涙袋作るけどうまく作れない。涙袋はコンシーラーをねちょっとね塗るとねいいですよ。ここに塗りすぎるとベタってなるから、この境目にも塗らないで、ここに塗るとぷっくりしますよ多分。でもさ、涙袋の形人によって違うからさ、私がいい感じにできても他の人がいい感じにできるとは限らないんだよね。ナチュラルメイク、ナチュラルメイクっていうか、そうだね、ナチュラルメイクだね。なんか撮影とかじゃないからさ、まあ、手の凝りすぎたメイクしてもなって思って出かけよう。ロングコートないかも。コート着ないんだよね日頃。ブルベです。ナハッチはブルベですよ。あの自分ではよくわからないんだけど、そういうの人から絶対ブルベって言われるんだよね。誰に聞いてもブルベって言われる。なんかね、青みがかった色とかが似合う人のことをブルベって言うんよ。青みがかったっていうか紫とかね、こういう色とか、なんかが似合う人ブルベらしいです。逆になんか黄みがかった茶色とかの方が似合う人とかがなんかイエベ、イエローベース、イエベっていうらしい。その肌の色がどうとかじゃなくて、どっちの方が似合うか、顔がパッと明るく見えたりとかしっくりくるのがなんかどっちか
らしい。うん、誰に聞いてもブルベって。なんかこれはね、まあ、肌の色もそうだけど、髪の色とか、あとなんだっけ、髪の色とね、目の色とかでね、判断したりできるんだって。でも逆にグリベって言って、そのブルベもイエベもどっちもある人、だから何やっても似合う人っているらしくて、でもあれだよね、別に気にしないでやりたいよね。私は何も気にしてない、パーソナルカラーは。でもなんか必然的に自分に合う色の服とかを選ぶようになってくる。たまに変化球もあるけど、私あんまこういう服着ないけど、こういう服着たいとかそういう時もあるけど、基本なんか自分に似合う色勝手に選んでる気がする。あ、めっちゃ眠たい。ヨネクさんありがとう。ありがとう。そう、でも分かる、私も同じような服ばっかり持ってる。こんなん持ってなかったっけってやついっぱいあるよ。そんなもんよね、きっと。なんか私もあんまりさ、ご飯とかもそうだけど冒険しないタイプだから、そう、基本服も似たようなのばっかり選んじゃう。なんか私マックのサムライマック好きなんですけど、あのダブル肉厚、ダブル肉厚ビーフ好きで、私マック絶対テリヤキマックバーガー以外食べない人間なんですけど、うーん、初めて美味しそうと思って、食べたいってなって食べたのがあれなの、サムライマックなの、テリヤキマックバーガー以外で。私にとっての初めての冒険。でも逆に今度それしか食べない。あれ美味しい。なんかね、私の思う余計なものが入ってないのがやっぱいい。なんかね、私はもうハンバーグチーズだけでいいんですよ、もはや。なんかてりたまとかもあるじゃない、その卵とか、私卵いらないから、なんか、うん、月見バーガーとかてりたまとかあんまり惹かれないんですよ。そう、本当に
焦がし醤油だとちょろいからそう、まあトマトとかはね、まああってもいいけど、まあ、いらないかなって思うわけさ。だからめっちゃ最高なのサムライマック、私にとって。私の iPhone につながってる Bluetooth のスピーカーが、でも場所によって全然違うね。あの モスバーガーとか行くとさ、私モスバーガー頼むんですよ。でモスバーガーはトマト必須じゃん、必須なんですよ私の中で。でもマックにトマトはいらないの私かね、その場所によって求めてるものが違うのかもしれない。いやもちろんさ、あったらあったで美味しいって食べるんだけどね、なんか気の問題ですよね。なんかさ、意外とモスバーガー高いって思ってると思うけど、サムライマックとモスバーガー変わんないですよね多分。なんならモスバーガーの方が安い時あるよね。多分マックが安いっていう認識ありすぎて、多分モスバーガーは高い、マックは安いって思いがちだけど、意外とそんな変わらないですよね今。なんか昔は確かになんか100円だとかでさ、あれだったけど、今はなんかいろいろ出てるけど、サムライマック、あ、私セット頼むからかな、サムライマックとかだってウーバーイーツで頼んでも、昨日サムライマックのトリプルセットで頼んだら1000円だったよ、1090円だった。意外とモスバーガーでも変わんないじゃないかと思うよね。ただ場所的にあんまりモスバーガーがなくてさ、マックの方がよく食べるけど、まあ、マックは出てくるのが早い。モスバーガーは多分注文されてから作るのか何なのか分かんないけど、ちょっと時間がかかるイメージはある。でも逆にそこがいいって言いますよね、モスバーガーは。
なんかねどっかで聞いたことある。だからなんかモスバーガーもマックみたいに早く出てきたらそれはそれでなんかちょっと違う感あるよねって言ってるの見たことある。まあ私はどっちでもいい、いいから早く出してほしい派なんですけど。なんかマックとか行って驚くのはすごい列ができてるのにめっちゃ早く回転するじゃん。マックって回転率すごいからめっちゃあれもう順番だみたいな、なんか並んでるとあーってなるけどマックなら早いからいいやーって並べる意外とすぐよねマック早い。なんかね広島に来てね驚いたことは、なんかコンビニとか、まあ、そういう飲食店とかの、店員さん の、 あの外国の方、海外の方、ん海外の方めっちゃ多いのにびっくりした。いや山口はみんな日本人だからやっぱ都会はやっぱ海外の方多いんだなと思った都会だってでも逆になんか逆にねあれここは日本人しかいないんだってところもあるし、ここはマジで海外の人しか見ないなっていうところもある店舗によって。なんか都会はさ外国人観光客多いからさ、なんかやっぱ住む人も多いんだろうなって思ってたけど、なんかそういうコンビニとかで、あうち田舎なんだ思ってた実家ね。なんか例えばセブンイレブンとかさ、いろんなところがさちょっとセルフレジになったりとかさ、セルフで会計するようになったりとかしてさ、なんかやっぱ都会の方が導入が早いじゃんそういうやつ。だからこう、あなるほどってなるほどってなる。都会はやっぱ早いなって。山口はさいろいろなんか遅れるんですよ。なんか本とかが入荷するのも遅いし、なんかテレビの放送も遅い確か。それは関係ないかもしれんけど
いろんなところで、あ、田舎やなって思ってた。なんか小学校の時に欲しい雑誌があって、今日発売だってなって店員さんに聞いたら、あ、まだ入荷してないんです言われますね。2日ぐらい遅れるんですよ。遅いんですね。まあいいんですけど、全然いいんですけどねいいんですけどね。普通につけすぎた。ショールームの画面見ながらつけたら、あとね、山口はねバスが高い多分乗る人が少ないから単価を上げないとっていう話だと思うんですけど、高いよね。なんか割と都会って一律料金じゃないですか。山口はまだ一律じゃないんですね。高いよ普通に。割とその辺まで行くのに400円とかかかるもん。いや感覚が麻痺してんのかな。広島は190円、山手線も安いよね多分。一律ですよね。違うのかな。やっぱ人が多いと安くしても回るし、安い方がやっぱ乗るよね人が。それもあると思うけどね。あ、山手線一律じゃないんだ。あ、そうなんだ、一律だと思ってた。広島がすごい心が広いってことかな心、いやマジで広島超便利。本当だ。え、山手線なんでこんな中途半端な値段なの。136円、157円、168円。え、なんで、なんでこんな、なんでこんな中途半端なの山手線って割引なの？
消費税が上がった時にそれだった。あ、そうなんだ。その中途半端なやつなら割引いらないって思っちゃった。あ、別にあれか、現金じゃないからどっちでもいいのか結局。そっか、確かに。へえ。広島もね、パスピーで乗るとね10円安いんだよ。180円で乗れる。実はパスピーなくなるんだよね、もうちょっとで。広島は路面電車とバスパスピーが使える。逆に JR は乗れないから結局一個かとパスピーどっちも持ってる。パスピー持ってるよ。パスピーもイコカも持ってる。スイカは持ってないけど東京に行く時とか JR 乗る時はイコカで乗る。でも広島にいる時は基本パスピーで行ける。東京もあのイコカ使えるからコンビニとかでもイコカは使える。どこでもイコカ使えるからね。スイカじゃなくていいんだよスイカじゃなくてもいいんです。そんなスイカなんて、スイカなんてなくたって生きていけるし。スイカに塩かけるよね。かけんし、それは普通に野菜のスイカだとしてもかけないえ、スイカはスイカやって食べない？髪伸びた。でも私もともともうちょっと長い予定だったんですよね、髪の毛。だから理想の長さになるまで伸ばしてそこでキープしようかなって思ってる。
いんだよね。ウルフちょっとめんどくさくって、もうちょっと伸ばして普通にボブにするのもありなんだけど、でもちょっともうちょっと楽しみたいよね。なんでこんな前髪なこんなことになってしまうのかな。でもそう、私めっちゃ髪伸びるの早いんですよ。なんかアイドルって髪の毛伸びやすくて、文吉さんありがとう。なんかね髪の毛をね、なんか傷んでると髪の毛に刺激を与えると早く伸びるんだって。それからアイドルってもう毎日のようにこうやってヘアアイロン通したりとかしてて、すごい髪の毛にダメージ与えてるじゃないですか。そうだから髪の毛伸びるの早いらしいです。これ君どこの子、だから後ろの髪より前髪の方が早く伸びるんですよ。何この髪の毛見て、これどういう毛なんだろう。なんでこんなにいっぱいある前髪が昨日までは綺麗に収まってたんだろう。え？これねあるあるなんですよね。だから毎日切るから前髪の量どんどん増えていく。え、多分こういうことよね。多分こういうことやと思う。
全然長さ違うやん。この櫛じゃなくてコームがいいんだけど、コームどこに行ったの？毎日探してる。毎日探してるのに毎日どっか行くの？あ、ここにいるじゃん。分けるか、前髪今日分けよ。はあ、本日前髪の反抗期ですね。いや、もう権力でねじ伏せていこう。もう熱という権力で出る杭は打ちます。打ちのめしていく。前髪に権力はないです。斜めなのはね、こういう前髪を作る時のためにちょっと斜めに切ってるんですよね、そもそもが。だからなんか若干斜めになるのは多分しょうがないんだと思うんですけど。それもアイロンの前に立ってまだ反抗できる人はいないからね。前髪言っとくけど今まで数々の前髪を見てきたけど、これもアイロンでダメならもう水という権力にさらされ、ドライヤーという風の温風の権力にさらされ、そしてまたアイロンという熱の権力にさらされるんだから、もう絶対無理だから。もう見つかってしまってってことはもうイコール終わりってことよ。でも今日全然言うこと聞かないな。こんな全力で230度とかでやってるのに、230度でやったらダメなんですよね本当は。でもめっちゃダメらしい。てか280度でやった、280度でアイロンした後すぐ手で触るのもなかなかやばいよね。どうするん？基本180度でやるんですけどね、髪の毛の癖が強い時とかめんどくさいからさ、超熱熱超熱湯熱湯じゃないよやってる。
本当に今日ダメだ。まあ別にいいや。出かけはするけど、別にお出かけじゃないから今日は家から出るけど、よく考えたらお出かけじゃない別に。ただ家から出るっていうだけで そんなお買い物とかいうあれではないからいいよね。もうまあ、後に言いますね、今日何してたか。いや、コンビニでアイスを買う過去2回目みたいな急に。ねえ、焼肉行きたい焼肉行きたい。カラコンつけようかな。これこれ私がつけたいカラコンがもうなかった。焼肉、いや今日お昼にママと焼肉行く予定だったのを忘れてて寝てたから。韓国海苔のある食べ放題の焼肉屋さんだったらどこでもいい。ねえお願いお願い、私本当にあの一生韓国海苔食べてるの、焼肉屋さんに行ってやばくない？いや、やばいんですよ普通に。惹かれる。コンタクト入れます。めっちゃまばたきしてる、見て。あ、取れた。ついてない。待って、私いつも右目こんなにパチパチしてたんだ、キモいんだけど
なんか出た。韓国のりばっかり食べる。確かに韓国のり買ってくればいいのか。まあ確かにね。ジェイクさん可愛い、ありがとう。あれなんか今日すごいなんか変、なんかさ私なんかね眼球に何かが来るの怖すぎて普通に目薬させないんですよ。こうやってこうやってさせないの怖くて横からさしてる。来ました。コンタクトねめっちゃもう慣れた。最初怖すぎてもう目充血しながら頑張って取ったりつけたりしてた。だってメガネでさできないじゃないですか、ライブとか。目薬は横から刺す。5時半か。アイメイクを目合わせ。外すときは普通にこうやってピュッて取って外せる。すごいよね。なんで目薬はダメなのにこっちはいけんのって思いますよね。私もわからない。そうなんよ、あのさマスクするとさ目がね曇るんですよね。そう、今日もゼロキロカロリーサイダー。セブンイレブン好きな子多い。そうかも。ファミリーマートめっちゃ好きですけどね私。まあ、でもセブンが無難に一番よく行くんですよね。でも近い、なんかセブン店舗数えぐくないですか。なんかそこにもあるのにそこにもあるじゃないですかセブンって。でもその日の気分によるんですよね。ローソンも行く。うん、なんかねセブンは何食べたいか決まってないけど、まあなんか食べたいなっていう時はセブンに行く。
ローソンに行くときは干し芋が食べたいときか、唐揚げくんが食べたいときか、おにぎり、梅のおにぎり食べたいときか、なんだっけ、あと梅シートあるとき食べたいとき行く。ファミマはお菓子食べたいときと、あのなんだっけ、そぼろ弁当を食べたいときと、ちょっとウキウキしたいなっていうときはファミマに行く。ちょっとウキウキとはって感じやけど、あ、私本当にどこでも行く。なんかね、アイスが場所によっていろいろあるじゃん。ローソンはちょっとカロリーカットのやつ置いてたりとか、ファミマはチョコミントとか、あとザクザクしたやつとか、ちょっと他のコンビニとは違うようなのが置いてあったりする。セブンイレブンはまあセブンイレブンって感じやけど、デイリーヤマザキはあのサーティワンアイスクリームが食べたい時と、サーティワンアイスクリームが食べたい時に行く。ミニストップはないんですよね。コンビニで前八見、コンビニで前八見かけます。逆に多分イヤホンしてるから声かけられても気づかないかもしれない。東京の方しかないコンビニ憧れる。あのあれとかニューデイズとか。あ、でも見かけたら声かけてください。あの勢いでさ、お菓子をさカゴに入れたりするの見られたくないので。でも私めっちゃ早いんですよ、コンビニ行って出るまでが。マジで食べるもの決まってるから、私って大体なんか私本当に早いの。なんか超爆食する日あるじゃん、みんな。あるよね、あるよね。めっちゃ爆食するときあるんですけど、もうパンも食べちゃう、菓子もいっぱい食べちゃう、もうジュースもいっぱい買って、お弁当も食べるみたいなときあるんですけども、大体そういうときに食べるもの決まってる。これ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 、あこれも食べよう、あこれも食べよう、オッケー、はい次のようのこれ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 、はいオッケー、はい生ハム、はいお弁当、はいグラタン、はいみたいな、もう全部決まってるの私。迷わない、食べるもの絶対決まってる。セブンイレブンなら決まってる。まあ大体どこのコンビニ行っても食べるようなもの一緒だから、大体私のお家に来てゴミ箱とか漁ってもらったら大体同じものいっぱい入ってるよ。前歯の部屋だってこれめっちゃある今。
これがコーラの時もあるし、これの時もある。逆にモンスターの時もあった。めっちゃ早いよ。コンビニ3分あれば爆食セット買える。いつものがなかったらあの候補があるんよ。そう、マスタロ誰もありがとう。なんかご飯系はないことがあるから、グラタンかラーサラなんですよ。まあ、なかったら適当におにぎり 2,3 個買ったりとか。そう、もうねめっちゃ早い。でなんなら爆食するときは全部のコンビニ回るから、私チャリでスーパーとかも行ったりする。そう、ラーメンサラダよ、豚しゃぶのラーメンサラダ、セブンイレブンの。公演の日はスタミナのつくものを食べるとかありますか？ない。公演終わった後だいたい爆食してる、コンビニ回って。マジでチャリチャリラブ。パスタじゃなくてラーメン、なんか黄色い麺の方。パスタ食べない私、パスタサラダは食べない、ラーメンサラダしか食べません。しかも豚しゃぶじゃないと食べない。何のこだわり。僕と同じことしてて心の底から笑ってる。いやするでしょ。そう、そこは譲れない絶対。コンビニで5,000円とか使っちゃう。あ、もうなんかとりあえずお財布を先に見るね。で お財布と次の小遣いの日を考えてある分使います。別に公演後に限らないですけどね。あのね、私の爆食が増えるのはあれですね、あの大きいコンサートの前とかは割と爆食しがち。だいたい3000円4000円ぐらいは消えていく1回の爆食で。だからママに「なんでもうお金ないの?」って言われたら大体全部食に消えてるんですよね。私もだからさ、何買ったか覚えてないからさ、え、なんでないんだろうってなる、いつも。緊張によるストレス、いや緊張によるストレスではない、なんかいろいろあるね。だからなんか例えばだけど、この前のコンフェッションみたいにお腹が出ますって言われたりとかすると我慢するけど、終わった後に食べたりとか今日までは大丈夫言ったりする。でもお腹出し衣装着るとき相当ストレス溜まってるんだなと思う。食べちゃダメだとか思うから。
そうだから大きいコンサートの時はだいたいよく食べるよく食べるんですよね、気づかぬうちに。めっちゃ帰りのコンビニでいろんなとこ寄るんですよ。コンビニだけじゃなくてドラッグストアとかスーパーとか。ドラッグストアの方がお菓子は安いしいっぱいあるからそういろんなとこ行きますよ、コンビニ。前のおなあちゃんコンサートの時はセブンイレブンで2000円ぐらい使って、ファミリーマートでも買って、ローソンでも買って、ドラッグストアで1500円分ぐらいお菓子買って帰りました。で食べるそうコンサートの時、あれいつだっけな、そうだからね、ママに怒られるんですよ。だから一生懸命リュックに詰めて帰る全然行けますよ。だってお弁当で500円じゃん、もう食でラーサラで500円でしょ。あとは200円ぐらいのお菓子とかさポンポン買ってたらすぐ行くよね。だって150円のお菓子2個買ったら300円ですよほら早いでしょ、秒ですよ。そう食べちゃいますね。まあでも最近は勝手に米を炊いたりすることはなくなった。イエーイ。なんか例えば800円しかお金がないってなった時に、うわ800円しかないのかってなるもん800円でコンビニ何が買えるんだ。うん、頭がおかしいんですよもう400円しかないんだったらもう行かなくていいぐらいとか凄くない？面白いよね。そういうのはやっぱコンサート前とかにめっちゃ爆食とかする。逆になんでそんなに食べて、好きなもの食べて爆食もするのになんで細いんですかってよく言われるんですけど、だから実は全然細くなくて、なんかまあまあ太ってるんですけど、まず一つは背が高いから意外とバレないっていうTX さん可愛い、ありがとう。ポイントとかはねなんか使わないっていうか貯めない。早く1秒でも早く食べるから、食べたいからポイントを出す暇がないんですねはい、あの背が高いのであのバレないっていうのと、あとなんかそういうコンサートが終わったりしたら急にダイエットのモチベが来るんですよ。そう、痩せなきゃいけないって思う事柄があるじゃん。例えばコンサートがあるから痩せなきゃいけないってなると食べるんですよね。食べてコンサートまでに太ってコンサート終わったら痩せるんですよあのコンサートとか終わったら解放されるじゃないですか。そしたらああ痩せようかなってなるんですよね。そうで、あとは普通に今日いっぱい食べたから次の日はあまり食べないみたいな、まあ、よくあることですが、まあ食べるけどね
食べるけど、なんかふと食べたら、まあ、その周期っていうかごとに食べなかったり次の日食べなかったりして、だいたいこう食べる時と食べない時の差で埋めてるなんかそう、みんなアーシャがあるからなんかお菓子食べないとか言っててびっくりしちゃった。私普通にめっちゃ食べててさ、しかもさ、なんか急にさダイエットをさアーシャの前でやめちゃって、普通にバカなんですけど、なんかアーシャのことを全く考えてなくて、なんかアーシャのために痩せるとかっていう頭が全くなかったの今年、うん、普通に間違えてた、いろいろなんかダイエットしなきゃいけないと思うと太っちゃうみたいです。私衣装関係悩んだりしたことありますか？ありますよ。この前の岡田奈々さんのラストコンサートのユニットがお腹出しで、しかもめっちゃお腹出しだったの。今までねブルーローズっていう曲でもうお腹出したことはあるけど、へそ出しではなかったのね。ちょっと胸下あたりぐらいからこの肋骨の終わりあたり肋骨の一番下あたりぐらいまでしか出てなくて、その下腹とか言われる場所とか、そのよくプニプニする場所見えてなくて、でもそのコンフェッションはもうバッチリ胸下からへそ下まで、要は全部見えるみたいな。痩せなきゃいけないって思うわけじゃないですか。私が取った行動はもう爆食だってそんなのがあってやばいってなった割には全然よく食べてたの。でもそれは やりましたよ。その一日の食事を全部ゼロキロカロリーのゼリーにしたりとか、一生コルセットを全クローズしたりとか、一日一食しか食べないみたいなやったけど、でもやっぱりコンサートのリハーサル期間私めっちゃ爆食しちゃうからめっちゃ食べちゃったんですよ。しかもだから多分普通にダイエットのために痩せてたけど、もう爆食するからもうなんかこうなっちゃってもう普通な感じなの。だからもういつもの状態で出ちゃったそう、この食べないまま頑張れば、まあ、きっともっと細くてもっと筋肉もついて出れたのに、爆食もしちゃうから、まあ、太りはしないけどなんか普通になってそのまま出ちゃったって感じ。そう、そう、しかも私めっちゃおかしくて、それがダイエットだけじゃなくて、あの筋トレも全くしなかったの聞きますか、筋トレも全くせずコンフェッション終わった次の日から筋トレ始めたの。バカなんですよ私自分が本当にどれだけバカなのかっていうぐらいめっちゃ面白くないですか。いやもう本当に面白い何かちょっと本当に天の弱、もう心の底から天の弱なんですね、きっと。別に天の弱になろうと思ってる、反抗したいわけじゃなくて、本当に何でか分かんないけど天の弱なんですよでそう、それこそ「スタミナ大丈夫だったんですか?」って書いてあるけど、あの
1日1食とか、あ、断食した日もある。なんか全然3日連続で大詰めだなのに、もう1日目は朝ごはんしか食べ、1日目夜ごはんしか食べない、次の日朝ごはんだけ食べる、その次の日は全部ゼリーっていう、なんか謎の食生活を送ってた時があって、その時ネマハムルーマーとリバーの固めとか投資とか、ネモハモルーマー何回もやらなきゃいけないとかさ、そんな日でもう全然動けなくてびっくりしちゃった全然動けなくて、しかもコルセットつけたまま踊るみたいな、着圧ソックスを履いたまま踊るとか、あ、体力な、あ、ご飯って大事なんだって思って、本番の前日は夜ご飯だけ食べた多分あれね、そんな厳しい食生活ができてたのはね、近くにね奈良さんがいたからだと思う。奈良さんめっちゃ細いんですよ。私も痩せたい、私も細くなりたいって思うわけ、見てたら。そうだから頑張れた。でも結局終わった後にコンビニが目につくと、もうコンビニが目につくと終わりなの、ジエンドなんですコンビニが目についたらもう終わり、そう、今までの全てが解放されてしまう、勝手に。だコンビニを目に入らないように帰るので大変なんですけど、まあ絶対無理なんですけど、あ、コンビニ寄ろうかな、あ、コンビニ行こうかな、あ、コンビニ、あ、コンビニどうしよう、行っちゃえーってなっちゃうわけですよ、バカなんですけどコンビニ寄ったらもう終わりですね、全てが。はい、終わりです。今日もアイスだけ買えばいいのに、アイスとジュースとお菓子を買ってきた、バカなんですよね。不意に僕は目覚めてしまった目覚めとる場合じゃないよ、ほんまに。でもね、例えばそこで我慢して家に帰るじゃん。そしたら、ああ、なんで行かなかったの、ああ、もう、ああ、もう、ああ、もう、ってなって夜中にコンビニ行く始末になってしまいそうになるので、意外とねいいんですよ。もう食べる日は食べなきゃダメなんですよね、多分。でも食べたら食べたで、あ、なんで食べちゃったの、なんで食べちゃったの、なんで食べちゃったの、さっきまで我慢してたの、なんで我慢してたの、なんで食べちゃったの、なんでこれでってなるんですよね。どっちにしても落ち込むんですよ。でもそのストレスで言うと、やっぱ食べるっていう欲を満たしてるわけだから、圧倒的にこっちの方が楽なんですよ。後悔はするけど、でもこっちはそれを我慢してるわけだから、もう心臓を引きちぎりたくなる、あーってなるでも食べたら食べたで落ち込むんよ。あー、なんで食べちゃったんだろう、なんで食べちゃうの、なんで食べちゃった、なんで食べるようなことが起きる、なんでこの前まで頑張ってたのに、なんで今までの全てが全部水の泡だし、そんな今日食べたからって一日食べるわけじゃないのに、なんで今日食べちゃったんだろう、なんでしかも夜にいっぱいこんなに食べて、あー、なんでご飯も食べたのにまたご飯も買って、あー、アイスもいっぱい食べて、あー、やばいってなる。でなんか食べるとその美味しさに気づくじゃん、次の日も食べちゃうんですよ終わりだってなりますが、まあ一生こんな生活を続けていくんだろうなって思ってる。
もう一生食と体重と体型にとらわれ続けながら生きていくんだろうなって思う。だからあの西野未姫さんの YouTube めっちゃ刺さる。もう刺さるっていうか共感の嵐なの。は食べちゃったとかっていう動画をよく上げてらっしゃるんですけど、もうわかると思いながら食べてる。奈々ちゃんの写真をずっと見てて、いやそうだからね、ちゃんとホーム画面を奈々ちゃんとの写真にしたの、食べないように。でもなんか食べるってモードに入ったらさ、そんなのを見たところでね、気持ちが揺らがないんですよね。本当。でも頑張りたいと思います。え、何を頑張るって感じやけど、なんかちょっと食べたらまあいいやってなる。なんか例えば今日マック食べたから我慢しようじゃなくて、なんかマック食べちゃったからもうどんだけでも食べちゃえばいいやってなる。いやコンフェッションめっちゃ嫌んだよ。だってなんか私がさ腹筋もせずにさ爆食ばっかりしてる時期にみんなは頑張ってさ腹筋をさつけてきてさ、もう本当に偉いと思ったのともに自分の情けなさと甘さがもう本当に悲しくなった。でもなんかストレスが溜まった時にもう食べちゃうんだからしょうがない。今は思う、もうしょうがない、そういう人なんだって思う。だからできる時にいっぱい頑張ろうねっていう話ですよ。できない時はできないでしょうがないから、できる時は頑張ろうって。はい、思います。終わりたいと思います。予定よりだいぶ長くやっちゃった。喋って発散、あんま喋って発散できないんだよね。喋らないからね、人にあんま言わないから。毎日踊りたいんだけど毎日踊りたいんだけど。あれケンさんかわいい、ありがとう。食べる食べる、いっぱい食べて、いっぱい食べて、どうせ落ち込むけど。いっぱい食べ、いっぱい食べます。ショールームでは喋ってる。なんかね、人を目の前にすると喋れないんだよね。ショールームは、まあ、みんなに話してるけど、なんか実際にリアルの人間が見えてるわけじゃないから喋れるんだよね、意外と。まあ、全部が全部話してるわけじゃないけど。なんか人間が見えるとダメなんですよ。人間がいるとね、あの大丈夫っていう。はい、終わりたいと思います。皆さんありがとう。ランキング13位ゆうさんありがとう。12位ダイナソーありがとう。次、スーさん、ありがとう。
ジュチスさんありがとう、ジュティクさんありがとう、あ、変わった、ジュチタン今日も可愛い配信ありがとう、最近メイコが配信見てると覗いてくるように前発調子になってきていますって、嬉しい、メイコ可愛い、ありがとう、前発推しにしといてキュイ森翔さんありがとう、前発は前発のマーク、今すぐ会いたいです、どこでも邪魔しますかどうしよう、瀬戸内海7位ビッグエビさんありがとう、6位アナゴノさんありがとう、5位ペペロン、あ、ペペロンチーノじゃなかった、ペロペロチーノさんでした、ありがとう、4位山猫さんありがとう、3位ダイナソーありがとう、第2位マサタロありがとう、第1位ブンキッツさんありがとうございます、今日のマイハチは今まで見た中で一番可愛いかも、だって嬉しいありがとうございます、では今日は日曜日なので、まああと6、7、8、9、10、11、12、あと6時間したら日付が変わって月曜日になりますので、存分に日曜日楽しんで寝てくださいということで、ちょっと変が、あ、違う、間違えた、今日も一日お疲れさん、ありがとうございました、あ、名前読めないけど W さんタパパありがとう、急に現実を見せつけるド S な感じなこと言っちゃったなじゃあまた明日の配信でお会いしましょう、せーの、バイチャ、ありがとうございました、また明日。